はい、えー、それでは本日はどうもありがとうございます。本日は7月の10日、えー、オンラインでの桜キ樹ルの市議会報告会、えー、ご参加いただきましてありがとうございますで。いつも通り最初の20分か30分を私が報告しまして、それは録画、えー、させていただいて、あとで YouTube にアップします、えー。そして残りの時間は録画を切りまして、参加者の方といろいろ自由に意見交換や、 まあご要望などがあれば伺い,たい,と思いますでたまたまなんですけどあの街に、東京市街に開設されました石丸さんの事務所ですね、非常に都知事選で2位になったということで話題になったの前を通る機会がありまして、ちょっと雰囲気を見てきましたので、 そこも含めてて雑をい,いますあの最初に言っておきますと、私、石丸さんを指示したわけではないんですが、注目をさせていただいたので、で今、社会的に非常に注目されている方なので、えっとまあ、ちょうどあの報告したいた方がいいかなということです。さて、まずこの写真は、7月の3日に障害児の親と、えっと、市の、えー、担当課が、あのまあ、特に、 一律、えー、特別支援学校とか学級、そして場合によっては普通級の中に行くという3つの進路があるんですけど、一番のニーズが高い特別支援学級が船橋にまだ十分整備されてないものですから、それをきちんと整備していきたいという願いがありまして、それに関して教育委員会と討論しているところです。これ で6月の議会はあのもう何回もこの議会で報告したので、えっと、お聞きいただいた方にはちょっとくどいかもしれませんけど、まあ、議会が、えー、の流れが、1ヶ月の流れが基本でありますので、ざっと見ておきたいと思います。5月27日に開会して、えー、そして議案の、市長からの提案される議案質疑、そして議員が提案した発議案に対する質疑、 そして、議員が各分野で質問する一般質問。そして、委員会の質疑が5つの委員会がありまして、それから予算決算のことを質疑採決し、最終日に採決をするということです。それで、私が議案質疑でさせていただいたのは2つありまして、1つは、えっと、重厚認定に伴う手続きに関して、マンションがあの、新築マンションが長期有料住宅に認定された場合、国が 管理組合で一括で認定すると、あの、これ固定資産税の減額を認定するという制度を取ってるんですけど、もともとはこう、区分所有者一人一人が、えー、役所に申請しなきゃいけなかったのを、一括申請が OK になって、非常に楽に,なった楽になったんですね。ところが、すでに住んでるマンションにおいて、えー、っと、管理計画認定制度という制度をクリアした後に、あのー、 長期修繕工事があると、その長期修繕工事があったときには固定資産税減額する措置が長期有料住宅と、新築の長期有料住宅と同様にあるんですが、これについてはいまだにこの区分所有者が申請しないとダメだということで、新築について優遇しているのに、既存で管理組合で頑張っている人は、管理組合で頑張っても認定しても個々人で申請しなきゃいけないという非常に手間があるということで、これは改善すべきだということを、 首相権限でこれ一括認定したらどうかというふうに言ったんですが首相権限は使わないという残念な答弁でありまして。 えー、今度、港区ではどういう、港区でも同じ問題意識を持ってる方もいるし、新しい区長が生まれたので、同じ問題をどう認定するか注目しているところです。船橋は非常に、えー、後ろ向きでした。で、もう一つが、あの国家公務員の行田宿舎跡地に、ここに消防署が一転するので、この消防署の移転あの、新築工事の前にこれ解体するんですが、その近隣のマンションとかのに迷惑がかからないように、きちんと説明してくださいということを で一般質問では、えー、あの医療センターの建て替え問題で現地建て替えをすべきだということを再度、えー、3月に加えて主張しながらもう一つのテーマとして、えーまあ、防災用あのエレベーターの中にこういざエレベーターが止まった時にトイレとか、えー、食料とか水を補給できるあのこの三角宇宙の、えー、とチェアがあるんですけどこれを港区では 公共施設に設に置して、なおかつ、えー、アパート、えー、マンションに配布してるんですけど、船橋でもやれと言いましたけど、うん、あの自主防災組織の防災備品として認定するので、えー、配布港区のように配布はしないという、これも残念ながら後ろ向きの答弁でした。でえっとまあ、前向きのこととしては、あの7月1日から自転車ヘルメット2000円の補助がをして始めたということです。 であとは日常のこういう、うん、道路改善要望がありますので、それはいつでも行ってきていただければあの、道路幅を広げるのは難しいけど、既存の道路の凸凹、えー、を、一、え、も、ー、に関しては改善はできますので、えー、ぜひあの申し出ていただければと思います。さて、あとは大きな出来事としては議会ではないんですけどあの、ちょうどこの時期に私は国際学会で、あの まあえー、三田村恵助、野口春チカ、えー、の生態、チベット仏教のことについて東洋医学系の、まあえー、大,体大体医療系というか伝統医療系の学会で報告してきました、まあ議会が終わった後というか26日に報告をやったと思うんですが、ちょっと2週間の動きをざっと、えー、私の活動的な動きをあの報告したいと思います。一つは、えー、っとみんなのの学校というのが まあ、あの不登校の子や障害児を同じクラスで、えーまあ、あのみんなと過ごしなおかつ教師集団が自分のクラスだけじゃなくて全学年の子どもに目を配るとそして校長も非常に信念を持ってあのやってるというあの学校ですね、えー、公立学校のことを特集した「えー、みんな学校」という映画の上映会を不登校の当事者の親の 団体が中心になって上映会をしましたので、それを私も拝見させていただきました。で、7月の1日には、えっと7月の8月の20日、21日に開きます小中学生議会見学会の、えー、案内で船橋市立学校の校長会で、私があの案内をしました。ぜひ、えー、児童生徒に参加を呼びかけてほしいということを教育センターで話し。 それから、えっと、同日の午後には、手話言語条例を目指す学習会をやりました。7月の2日には、横須賀市動物愛護指導、えいセンターを視察、動物愛護議員連盟で視察をして、こちらが愛護センターの方で、こちらが船橋市議ですね。であの特に地域猫活動に関して、地域の合意を比較的うまく取りながらやっている横須賀の事例を学ばせていただきました。 でこれがあの愛護指導センターで、ここの建物は、特殊化の方が亡くなったときに、猫のために家を作ってくれということで、寄付いただいたので、こう猫が過ごしやすいような部屋があったりする等も作ってありますで。7月3日には先ほど言った障害児、医療的家児の親と教育センターの指導家について、指導、支援室、教育支援室での懇談をいたしました。 で7月3日は午後はあの塚田公民館での子ども食堂とそれに連携した私があのやっている学習サポートをやりましたそれでちょっと、えー、これ船橋以外のことですけどえっ、ー、と予備校の方では医学部受験生にあの法医学の講演会を、えー、やっていただきましてまあ 医学部受験生の、まあ、将来の医学生たちの進路の一つのヒントになるような講演を私の,、まああの長谷川さんという、えー、っと東北大学の法医学教室の方なんですけど私の元生徒なんですけど、えー、彼女に講演いただきまして非常に刺激的な話を聞きましたで7月の6日には、えー、市議会の報告会をリアルの報告会を勤労市民センターでやりましたで7月の6日の夕方は まあ今ちょうどこれから各地で祭りが開かれる時期なんですがたまたま宮本比叡神社の夏祭りに行ったのでちょっと拝見しましてまあ毒だと思いつつもちょうどこれしかなかったのでえ添加物満載のチョコバナナを食べてまいりました。美味しかったでですそれでは 今後なんですが、今後については意外に早く報告できてますね。で、実は今後、7月の下旬から8月については、いろいろ出来事があるものですから、ちょっとご案内したいと思います。あと、それに付随してスライドがいくつかありますので、やっぱり前半の報告で15分か20分かかると思います。それでは、まずは、 これはご案内なんですが、7月の11日、えー、明日です。明日と18日に、えっと、NHK で、えー、教育だと思うんですが、19時30分から2 1時15分まで、あなたが変わるトリセツ、さらばイライラ不安、新瞑想のトリセツ、トリセツか、章ですね。 で長澤哲さんという人がマインドフルネスや瞑想のことをお話をします。で彼は私と同じ寸大の一貝、えー、校舎で医学部受験生たちに論文を教えていた方で、もともと京都文教大学の教授になってまして、まあ、瞑想とかチベット仏医学、仏教、チ、まあ、ベット仏教の方ですね、えー、とか野口生体という日本の伝統的な 医療というか伝統的なものの第一人者になっている方です。あの稲澤さんがこういうことを NHK で語っていただきますので、ぜひご覧いただければと思います。7月の12日には京都西川大学漫画学部の教授にインタビューをして対談をさせていただきます。たちょっと京都に行ってきます。で、えー、と、連休明けの7月の16日には、前に報告した、えー、無党派で港区長になって 現職の自民推薦の多選や区長を破って、無党派で、えー、市区長になりました正規愛さんが、港機会で所信表明演説をするので、私も伺いに行きたいと思います。7月のちょっと変則的で、本当は金曜日なんですが、ちょっと7月は金曜日が都合悪いので、水曜日にあります、17日と24日は、今日と同じようにオンライン議会報告会をします。 まあ議会報告会と言っても議会的な動きが少ないので高齢、まあ、に関する報告あでもこの正規愛さんの報告は14 17日にはできますね。から20日に行田夏祭りがありますえっとそして21日にはこれからご案内します標準医療・イベント医療療学会参加報告会とあ野口生態の活現度講習会をします。 で28日は、坪井公民館で議会報告会。この中には、まあ、えっと、海老が上流地区開発に関して問題意識を持っておられる都合の方からの報告もいただきます、えー。もう含めて私の議会報告会をやります。そして、勉強相談会と、えー、美濃若さんという私の、まあ、大学の友人なんですが、今、実刑医大のアイセト部の施設の状況をやってる、あ、じゃ准教授ですね、准教授をやってる方から、 科学の申し出されについいて講演いただきますで次回のリアルの報告会は8月の3日ということになります、勤労趣味センター。それで、まあ、これは「現状物語」はこれを7月6日にもやりまして、参加いただきました。それから、さっき言った、えっと、7月の21日には午前中に、えー、私が分子生物学会、日本がん学会という標準医療生物系の学会に出て、まあ、分子生物学会に関しては、 橋保健所の PCR 検査とか厚生労働者の変指針の編成について、えー、話した、えーまあ、これ発表した内容も含めて、えーまあ、いわゆるこう標準医療系ですね。そして第2報告では、えー、さ,さっき言いましたあの台湾の伝統医療学会ですね、特に栗山さんという方が。 この分野の、えー、国際的な第一人者で、伝統医療の視点と可能性の、それから私がどういう報告をしたのかというのことを報告されていますで。第三報告で、伝統医療と標準医療の共存、船橋の保健医療体制の見直しの提言ということをしまして、質疑応といたします。それで、えっと、ここで紹介する野口生態の,あの活源運動という、一番初歩の、えー、運動があるんですが、 これを、まあ、実際私もやってきたわけですけど、まあ、皆様にご紹介するあの活言会というのをやります、まあ、あのイメージとしては太極拳とかヨガとか気候に似てます動き自身はただ大きな違いが太極拳とか気候とかヨガは先生がいましてその先生の動きに合わせて えっとまあ、あの動きをすするんですねそれに対して野口生態の活現運動というのはあ,のある種の,あの最初に準備体操をするとそれが刺激となって各人が、えー、独特の各人に合った動きをすると、えー、つまりその人の硬くなっているところとかを自,自動的にほぐすような運動が起こるというちょっと変わった手法でありまして えとそれを、まあ、実際体験していただこうというふうに思っております。はい。ということで、よかったらご参加ください。これはあの、当日に来ていただけば大丈夫です。それでは、まあ、これが坂道センターで、まあ、坂道センターというスクエア21の5階にあるんですが、そこで、えーまあ、ここで活現運動をやります。さて、7月の12日には、あのスケート製菓大学のが 漫画学部の教授とインタビューするので、まあ、少女漫画の編集をやってきた方、まあ、特に特に野だめカンタビーレです、ね、の編集をやってきた方なんでそして編集の視点から今の学生に、えー、編集の経験も踏まえて漫画というものを教えている方なんでちょっと私も事前に勉強して、まあ、私は少年漫画系は当然自分が少年だから読んできたんですが少女漫画系はまあちょっとは読んだけどあまり系統的に読んでいかなかったのでちょっとその 歴史的な経過を少し勉強した上で、インタビューと対談をしてまいります。それから、えっと、新しい問題意識としては、このスマホのとか脱スマホのを迷うようになるとかで、スマホに依存しすぎると集中力とか、えー、記憶力が非常に衰退していくという報告があるこれ、子供もそうだ、大人もそうだと思うんですけど、 これが今非常に問題意識としてありまして、まあ、このスマホのに関しては、えー、話したいと思います。で、これ1回目はな話し合いしたんですが、脱スマホのために、脱スマホってのはちょっと誤解される、えー、っとまずいんで言ったけど、スマホ、えー、持っちゃいけないということではなくて、スマホを、まあ、便利だし必要だから持つんだけど、スマホから離れてる時間ですね。えー、脱スマホ時間をその 増やしていくつまり朝起きてから夜寝るまでずっとスマホをいじっちゃうというそれほど魅力的なスマホなんですね、れこれはこの本に書いてあるんですが、原子のサバンナで生きてた時の探査の本能をくすぐるような新しい情報が次々に来るもんですから、人は放っておくとスマホの虜りになると、だからまあ逆に冷却する時間が必要なんだという。 ことですので特に子供への影響がちょっと心配なので、まあ、ここら辺をちょっと何かできないかなとまあクールシェアと脱ふさまう時間を一緒にすればいいかなというふうに思っているその実行の相談をしようかなと思っていますさてこれからが第2部ですねえっと私がたまたま見た市ヶ谷石丸新治事,事務所の様子です で私の立ち位置は、小池百合子氏自公が実質、自主応援の再選は望まないと、えー。で、無党派、私は無党派の市議会議員で、非自民で、まあ、野党共闘のもある程度必要だと思ってまして、ただ無党派ということと、まあ、これの中間あたりに位置するんですね。で えー、そうすると、まあ、石丸氏とか蓮舫氏、えーまあ、例えば場合によってはどっちかを押しても、まあ、可能性としてあったんですが、ちょっといろいろ考えまして、えー、と今回は静観しました、えー、つまりあの、まあ、ツイッターで人のツイートをリツイートとかしたけど、自分自身は表明しませんでした。 ちょっと同じ時期に起こりました港区朝戦では正規愛さんを明確に応援して2回も応援に行きました。これはやはり、えー、じあの自民推薦の達成区長 VS 無党派の正規愛さんということで私の、まあ、姿勢にぴったりだったんであので、まあ、それでもともと彼女は直接の知り合いだったんで応援に行ったん。 ですけどまあ、それに加えると何も表明しなかったということでだから支持したから、えーなんてうかね、石丸さんの選挙の事務所を見たわけじゃなくてたまたま私がその先ほど言いました医学部受験生に、えー、いろんな企画をやってるのが市ヶ谷なんですねでそのすぐそばが選挙事務所だったというご縁で見てきたので。 まあ、今、石丸さんに対する評価は、まあ、本当に話題になってますね。で、えっと、話題になってますので、実際に選挙の事務所がどんな雰囲気だったかといっても、外から見ただけですけど、まあちょ、ちょっと中に挨拶に行ったことは1回だけあったんですが、それと写真は撮らなかったんで、外から見た様子で、雰囲気の一端がうかがえるんじゃないかということで、これからちょっとご説明させていただきます。 でまずその前にですが、たまたまですが、でもたまたまと言えないような、実は非常に大きな、えー、この都知事選の結果を見ると大きな出来事がありまして、1月21日に地域政党サミットというのが湯河原で開かれたんですね。私も参加しましたで。なぜ参加したかというと、やっぱり石丸さんがあの参加してからです。で私は石丸さんの えー、発信力とか YouTube 発信の手法そのものはすごいと思ってましてやっぱりラーを目指すべきだと思ってまして今私も YouTube 発信研究中なんですがまだ石丸さんの域まで全然達してないので、まあ、あの域を目標にして今頑張ってるわけですが実際の個々の,その政策とかうーん、まあ、秋田博田市でのいろんな出来事個々については ちょっとと首をかしげるところもあるんですねあと泉さん私の大学の寮の時の友達でり泉さんが赤石町3期12年やられたんで彼からすると1期で、えー、終わるのは良くないとやはり3期ぐらいやらないと地方は変わらないというから違和感があるということを表明されてたんですけどまあその意見にも、えー、まあそう思うとこもあって。 えー、あるんですつまりあの評価するところとちょっと首をかしげる部分が両方あるというんです。ところが今回実は、まあ、評価する意見の方が圧倒的に多かったのであの結果になったということで、まあ、あのまあ納得できる部分とちょっと違和感も持ってるということですね。でこ,これの石丸さんとそれから小林さんというこの方も えっと、同じ、えー、神奈川で県議やってたのかな、まあ他の自治体でやってたんですけど、市長にな,、えー、なるためには真鶴、ま、か、えー、に、えー、なった方がいいということで、ここで今、市長をやってる方です、それから三戸さん、でこ実はこの4人、全部実はあのまあ小林さんだけ現職で、この期間、選挙なかったんですが、残り3人はみんな選挙出たんですね。 で土屋さんだけ、井河原市長町長選にもう一回挑んで、まあ、ちょっと届かなかったんですが、石井丸さんはもう、まあ、届かなかったとしていえ、前評判化すると大前線ですね。えー、誰もがび、多くの人がびっくりしたあの支持を得たと。あと、三戸彩さんは、江、え、東、ー、区長選でまあ落ちたんですけど、その後、えー、補欠選挙、口頭。 えー、区の補欠選挙で自民に勝って、えー、当選してるんですね。ということで、実は非常に大きな動きをした、えー、会に私が、まあ、参加したということになります。さて、これが石丸さんと会場との Zoom を通じた、まあ、ズームで、えー、広島にいらっしゃったんで、Zoom を通じて会場にもここにいるんですけど、様子です。 まあ、質問したいがために言ったんですけど、まあ、私が聞いたのは、あのまあ、これあの、私の公式サイトに公開したところ、結構な検索数がありまして、まあ、選挙期間中も検索されてたんで、まあ、あの石丸さんのことを知,るうー知りたい人,人が検索されたんじゃないかと思うんですが、 あの一番不思議だったのがあの秋高田式の公式チャンネルという市の公式チャンネルであの市長の思いを結構個人的な思いをどんどん言ってるんですね。そうすると船橋なんかだとあの大体それは市,をだ市,を市のチャンネルなんだから市長があの市長の見解を でその中には議員を批判する見解もあるんですで。それを述べるのは良くないという話に多分なると思うんです。えー、なりやすいと思うんですが、それをできたということで、えー、それ問題なかったのかと、例えば自宅で発信すれば、まあえーと、公式チャンネルとはいえ市長の自宅で発信してるから問題されにくいけど、例えば市役所とかで発信したら、 問題にする議員がいなかったのかということを質問しました。で、意外なことにいなかったということですね。で、一つは発信の、えー、初期は市役所でやってたこともあるんだけど、まあ、あの、私も石丸さんの YouTube サイトをよく、時々拝見させていただくんですけど、たい今、自宅ですね、自宅とかホテルの、専業患者ホテルの部屋だったりしますけど、でやってますので、まあ、そっちの方が慣れてきたので、まあ、市役所を使うことはほとんどなくなったという。 いうこともあるんですけど、た、まあ、多分議員、秋田勝田市の議員の方が、そこを問題にしようとする問題意識すらなかったんじゃないかと思います。つまり、ネットで配信するという手法自身が、本当にあその、えー、地方の議員からすると新しかったんで。 そのことの発信の仕方とか場所を問題にするという発想までいかなかったんじゃないかなと思います。まあ、結果的にはだから非常に自由に発信できたという話で、まあ、ある意味ではそこら辺にうつ,つきがなかったということで安心したというか、いました。さてこれ,のんこれが まあその先ほど言った三の部屋さん、えー、そして井河原町長選に挑戦して、まあ、ちょっと当選東京都議高東区で当選した三の部屋さんですね。でまあ、井河原町長選に挑戦した、えー、土屋さん、そして、えー、と現職のマナジェル町長とあ、あとこの方が、まあ、ブレーンみたいな、こうちょっと,、えー、と理論的な方なんですけど、この方が実は うん、全体の大本地面ですねで、上田玲子さんといいます、あの江戸川区の都議会議員です、でえっと、これからあの、まあ、東京都は小池知事が再選されましたので、まあ、それはそれで民意なんで、それを受け入れざるを得ないんですが、えー、当然、小池さんがやってきたことに対する批判があるんですね、まあ、一番分かりやすいのがプロジェクトマッピングということで。 あの都庁の壁をあのなんかこうゲームのように画像を動かしてさらに何億も使ってるのは税金の無駄遣いじゃないかとその都庁の足元では、えー、生活困窮者が炊き出しをやっていると炊き出しをやっている生活困窮者のすぐ目の前でプロジェクターマッピングという膨大なお金が使われているのはおかしいということであります。 でそういう小池都政の問題点をずっと一人で指摘してきたんですで。もうちょっと経過を言いますと、上田玲子さんは、大元は、大元のとこでは私と一,一緒のことをやってきた時期があって、無党派で、えーまあ、私が議員になる前だったんですけど、 あそうか議員になった時も一時期、無党派で、私も無党派の時期があったから、全く同じ立場で、江戸川区と船橋ということだったんですが、その後、上田玲子さんはみんなの党に加わるんですね。で、みんなの党に行った後に、都民ファーストに行くんです。で、えー、で上田玲子じゃなくて、あの小池百合子を支える若手の中心の1人だったんです。で、もう1人が音喜多旬ですね、維新に行った。 でこの、えー、2人があの小池百合子を、えー、支える1期目の選挙とかで支えるブレ,ブレーンというか中心だったんですが、えー、その後やはり上田玲子さんはやはり小池百合子氏の、えー、独断的な在り方に批判的になっていくんです。ということで途中からドグンファーストを離脱しまして。 自由を守る会という独特の会派を作って、でもそれでも一人なんですけど、一人でまあ小池百合子とむしろ一番対決してる人ですね。今は一番小池百合子と対決してる人です。で、その人の流れの中で、この動きが起こって、その人が押しながら石丸さんが出てきたので、まあ、結構、上田礼子さんが、あの、 この間の都知事選まで含めた動きの結構中心にいらっしゃったんです。で、それを象徴するようなあの写真ですので、参考になるんではないかなと思います。で、えっと、上田陸さん、一人で頑張ってきたんですけど、三戸さんが通ったことで、都議会で2人会派になります。で、1人と2人でやっぱり違いますので、えー、小池百合子再選されたとはいえ、この2人、まあ、それから野党系の、 都議会で言うと、野党系は一応、立憲も野党系になるんだなあの、また共産が野党系ですけど、やまあ、いわゆる小池百合子に対してきちんと批判する人の中で、一番、えー、厳しく批判してきた人が2人になったということで、これは今後の東京都政にとって、まあ、大きなことではないかなと思います。 さていよいよ本題、ちょっと前段が長くなりましたね。本題に行きますと、本題は、えっと、やっぱりこれです、えっと。予想、予想、ここまで予想してませんでした。えー、ちょっと正直に言いますと、私はちょっと、まあ、自分なりにいろいろ分析してきたんですけど、今回は予測が外れました。 まあでも外れた人はいっぱいいるので、えー、当たった人がほとんどいなかったんで、まあ、外れたことをそんなにあの恥ずかしがる必要もないと思うんですが10対8対5と見てました10が小池蓮舫が4、8、えー、と石丸氏が5と見てきましたで、まあ、玉神氏はまあ独自の主張をされてるんですが、まあ、あまり表にはなんないかなともともと見てきて、まあ、応援してる方に申し訳ないんですが分析的にはそう見てたんです。 ところが実際は10対6対5でしたね。10対6対5。つまり10対8対5と予測していたものが石丸氏が5ではなくて6に行って蓮舫氏が8ではなくて5になっているという感じで。 まあこれは時代を象徴しているかなとで。特にやはり注目するのはこの20代、30代の、えーまあ、支持の多さですね。でここはまあ今、いろんな人が分析しようとしてますので、うん、私がだけが分析するわけじゃないというか、まあ、そのもうちょっと精密に分析した人に任せていいと思うんですが、私の感じでは、石丸氏の YouTube サイトとかも拝見させていただくと、歯切れがいいですね。一つ一つのことについてズバッと断言すると。で断言した後でちょっとフォローすることあるんですけど、大体私も気をつけないといけないと思って、そこら辺改善しなきゃいけないと思うんですけど、政治家の発信って長いんですよ。そのこれ、まあ、小池百合子さんの典型なんだけど、こう抽象的なことを言った上でこで、 だらだらと、まあ、ちょっとフォローするように、えー、次々と言葉がついて、まあ、結局何言ってるか分かんないと、まあ、自分の立場が曖昧だということを、うん、まあ、その、の結果はそうなるんですけど、それに対して、まあ、石丸氏はやっぱ、ズバッと一言で言うと、一言で言った後、またフォローすることあるんだけど、それが分かりやすい。それから、やはり言葉というか、話題が、 うんまあ、あのアニメとか含めて文化とか含めて非常に柔らかいところからあの入ってるとで、これは私もその方向を目指してるんですが、まあ、政治だけ語ると別に政治だけで生きてるわけじゃないですからその面白くないんですよでも、まあ、アニメとか語りながらあとサッカーのことを語りながら時々、えーまあ、政治が混じってくると非常に聞きやすいですね。 でそのユーチューブでの発信力に自然に、えー、の引きつけられたのと、あとは、まあ、街頭演説という検索ワードが最も多かったそうで、じゃあ、そういう面白い発信してる人を一度演説で見に行こうと思った人が結構いたんじゃないかと思います。だから東京駅にすごい人が集まったという話ですね。で、それでも、まあえー、ともとユーチューブで慣れ親しんだ人で、実際に生で見てみたら演説も歯切れがかかったと。 で中身じゃないんですね、まあ、中身じゃないって言ったら中身をそれなりに少しは語ってる石丸氏に失礼かもしれませんけど中身はそんなに深くないんだけど歯切れがいいんです、えー、そこが非常に魅力的だったんじゃないかなと思いますで、えっと、じゃあ中身をなくして歯切れが良くすればいいかというとそれはそれで、うん、それでいいのかって疑問があるので まあ別に石丸さんも中身が全くないわけじゃないので、ちょっと語弊があってはいけないんだけど、中身と歯切れの良さの比重が普通の政治家と違った。で、中身を維持しながら歯切れの良さというのをどう表現していくかというのは、私も非常に学ばせていただきたいと思っています。さて、それでは、ちょっと長くなってしまうんですけど、 実際の石丸さんの事務所です。たまたまさっき言った日賀谷公社のすぐそばのところにできたので、えー、まあこう実際見ました。まあ、これが普通の選挙カーですね。で、ここが、まあ、これがスローガンだった東京を動かそうということですね。これは、あ,ある意味では石丸氏を象徴するスローガンですよね。えっと、東京、変えようという表現はよく、あの、 すするんですけど変えようというのは、私に託してくれれば、私が変えますよという,、まあなんていうか、委託の表現に近くなっちゃって、政治の世界では、変えようという言葉もちょっと古びてきてますので、動かそうというのは、自分が起点になって、選挙運動なんかでこういろんな人が参加することが、東京を動かす、えーまあ、運動になるということですね。これもまあ象徴するスロー感 思いますであとは、こうこれは外向きですええ。事務所の内側にこういう寄せ書きがいっぱい貼ってるんですが、外向きに通行人が見える形でえこういう寄せ書きを貼って、まあ寄せ書きを貼るにあたってはまあ、通行人に見えることを前提にしてますので、まあ、当然見られていいということでえやってますから、私も写真を撮らせていただいたんですが、まあでもプライバシーの問題もあるかもしれないので、ちっちゃめに撮っ 全体が小さくなるとこだけ撮ったんですが、いろんな思いが表現されました。それからこれですね、えー、ツーショットの写真をどんどん撮って、えー、SNS にアップしてくださいと。これも、まあ、石丸氏ならではの発想というか、あの、やり方ですね。で、えっと、石丸氏の姿勢とか、まあ、今、石丸 論法でしたっけ、えー、と石丸五法という言葉も出てきたことでよくインタビューを聞いてると非常にご、ま、論理がごまかしてるんじゃないかという批判もありますまあ多分それはその批判は当たってるんですただまあとにかくまあ批判するのはいいし彼が彼に完全に任せたらまあちょっとかつて維新の橋本氏に、えー、みんな期待して任せたらちょっと 危ない方向に、危ない方向というか、非常に独断的な方向に行ったという話と同じになっても良くないので、その、なんていうか、内容については批判があってもいいと思うんです。あの、政策とか内容については。ただ、この、これだけ多くの人を、魅力を引きつけた、この手法というか、発信、発信の姿勢ですね。手法というとなんかテクニックの問題になりますけど、 えー、情報発信の姿勢ですねでこれは学ばべきかなと思ってまして私もそれこそあの昔の言い方で言うと爪の墓を煎じて飲まなきゃいけないというか、まあ、私も頑張って発信はしてるつもりなんですけど全然、えー、レベルが、えー、もう発信の例えば YouTube の再生数なんか、うん、桁が違いますのでまあちょっと石丸氏の 手法を少し姿勢を学びながら今後発信をしていきたいなと思っているところです。